こんばんは、平井博明です。今回はすごく言いづらいんですけども、現実をお話しさせていただきます。スコア良くしたい方いらっしゃいます？トー君、はい。まだランドしてないけど行きたいよね。乗らしたい。そうですよね、うん、平井博明のワンナップゴルフ。パーオン率っていうのが 70% ぐらい、だいたい平均してる。だから7割しかグリーン乗らない。じゃあ10ホールやって3ホールボギー打つかって言ったら、ボギーを打たない。おお、確かに優勝できないね。それじゃあ、そうだね、ボギー打ってたら、うん、でもそこで優勝できたりボギー打たないってことは、やっぱりショートゲーム、アプローチパターンね、バンカー、それがすっごく重要っていう現実的なお話。これがね、やっぱりおろそかには皆さんしてないっていうのも分かるんですよ。ちゃんと練習したり悩んだりしてるんですけども、練習量が少ないんですよ。やっぱり言ってもショットを練習する時間が多かったり、球数が多かったりっていうのが、まあ見てても分かるぐらい、ショートゲームとフルショットって言ったら多分9-1か8-2ぐらいだと思うんですよね。これを言ってるのはスコアが出ない方、なかなか出ない方に向けて言ってるんですけど、そのプロは9割以上グリーンに乗ると思ってる方も結構いて、なんならほぼ乗ると思ってる人がいるんですけど、7割ぐらいしか乗らないんですよ。その中でいかにボギーを打たないかっていうことがすごく大事で、バーディーを取るかっていうのは計算にしてないんですよ。だからボギーを打たないようにいかにゴルフを作るか、作り上げるかっていうのがすごいポイントなんです。状況判断だったり、ここに外した方が楽だとか、こういうアプローチの球筋を持ってた方が楽に寄せられるとか、こういうラインを残した方がパッティングが楽だとかっていう風に考えてるんですよ。乗らない時は多分準備をしてるんですよ。だからこれを乗せなきゃ、乗せたい、乗せようとしか考えてないと、いざ外れた時に動揺してしまったり、スコアをすぐ崩してしまったり、なんなら練習をしてなかったらその準備すらできてないってなってきたら、すぐボギーを打ってしまいますよね。そういうことがないように、普段から遊びながらでもいいんで、アプローチの球数、パッティングの球数を増やして、ショットと同じぐらい練習する機会を作ってみていただいた方がいいですよね。これがすごくスコアを作る中で大事なことになります。なんでパーオンしないのにボギー打たないの？アプローチよるし、パッティングが入るから。そっか、2回パッと打つところを1回で入れる。で、1回で入れる圏内にアプローチを寄せられる。寄せればいいのか。そう、例えばあの50、うん、ボギーボギーだね。ワンオーバーです。ワンオーバー、ツーボギーこういうやついるんですよ。もうこれで上がったら74ですよ、ツーオーバー。そう、だからこうならないようにしてください。なんで止まんないのあれ。どうか強いんじゃないかな。そうなんだ。じゃあ合わせますね。わあ、ちょっと右行ったな。おあれだったら5割の確率でパーを取れる可能性があるんですよ、うん、半々ぐらい外れる可能性と。ああいうのをどんどん寄せてって増やしていけば確率が上がるってことなんですよね。説得力全然ないですけど、でもそういうことなんですよ。コース行った時に50ヤード以内がアプローチ上で練習できるコースがあったら、まあ率先してちょっと、まあ有料だったらちょっとね、時間何時間いくらとかにもよると思うんですけど、まあ無料だったら、まあアプローチパッティングは結構時間かけてもいいと思うんですよね。変な話、1時間半前に着いたら30分ショット練して45分ぐらいアプローチパターンやってもいいと思うんですよね。それぐらいショットゲーム大事なんで、まあ、スイング作りの基本でもあったりするんで、あんまりやりすぎて悪くなったっていうのはないと思いますね。ショートゲームをとにかく多く練習していただいた方がいいと思いますね、うん、あれパターってさ、うん、なんか練習してもうまくならないような感じするんだけど、そんなことない？そんなことない。ないんだ。パターね、パターって入る入らないが上手い下手じゃないでね。野球俺真剣にやってないから語れないんだけど、語っていい？あのさ、ピッチャーのさ、投げる時のこの引っ掛かりあるでしょ、うんうん、最後の
この引っかかりと同じように打つときにここだっていうところでヒットしてる人が入るのね。メリハリなくこうやってストロークしてる人はどこで打っていいか分かんないじゃん。だからフィーリングが出ないのよ。でも少なからずチョンってこうやってヒットしようとしてる人ってそのヒットする感覚があるわけ、うん、そこで実際のボールにコンと当たった時にいい転がりをするから、うん、何にもカップもターゲットもない状態で、うん、自分の打ちたい打点にボールを受けてるかどうかをチェックすることも超大事なの。あ、そうなんだ。 それを何メートル転がろうが、あの自分のまっすぐなところに自分の感覚に打った分だけ転がってればいいの。何に狙おうとか最初しなくてよくて、でその自分の打点で打てるようになったらそれをカップに向かわせる練習に切り替える。家でも1メーター2メーターでもいいんだけど、1メーター2メーターをゴーンってゴーンゴーンゴーンってこの自分のここだよ、ここで打ちたいところでゴンってなってるかどうかのチェックをすること、それが超大事。あ、そうなんだ。そうで、それがここ左、うん、左に例えば球がありました、うん、って言ったら自分のゴンって当たるところはここだとするじゃん。でもそれさ、ここまで時間が音が鳴らないでしょ、うん、だから急ぐ、このゴンっていうここの場所をここで迎えなきゃいけないから ここまで急ぐわ、うん、で今度こうするとするじゃん、うん、したら今度ここでゴーンってなるのその前になるでしょ、うん、だから緩ませてゴーンっていうのを遅らせる、うんうん、そうすると強く入れたり緩んだりっていうのがボールポジションの変化によって起こっちゃうからダメですよ。だからちゃんとボールポジションも自分のヒットしたい場所で置けてるかどうかっていうのをチェックしながら、それがすごく重要。あ、じゃあその何なる場所によって人によってボールを置く場所って違うの？違う、違ってくる。ヒットポイントが違う。あ、それは違っていいんだ。違っていい。多少のズレは絶対ある。それって5ミリで大変よってこと。あのボールとこのマレットのこの幅のセンターを見つけてて、前動画でパターの動画で言ったと思うけど、それを前提にそっからちょっとずつずらすよ左右で。自分はもうちょっと右寄りがいい左寄りがいいっていう風に見つけてって、実際のジャストインパクトを見つける。そうすると本当に転がりのいいボールポジションにボールを置ける。それが超大事。やっぱそこに置かないとまっすぐも打てないの？打ちづらいね、まっすぐね、うん、結局こうやってやるって言ったじゃない前に。それと関係してきて、結局ここに置いてるのかここに置いてるのかここに置いてるのか、まっすぐなとこで当たんないんだ。そう、こう置いてるのかこう置いてるのか、こう描いてるから、ね、そうね、その違うとこで当たっちゃうと斜めに飛んでっちゃうんだ。そう、それがちょっとずれただけでボールは変化するから。そっか、1ミリでもうダメだ。そうなの、10メーター先がとんでもないことになる。だからそういうのがないようにボールポジションっていうのはすごく大事ですよと。パターはじゃあそれを練習するんだね。そうで、例えばそれでハンドファーストにする人とか、そういうのによってもまたボールポジションが変わるから、本当にその人にしか分からないはずなの。だから探さなきゃいけない。そういう練習なんで入る入んないは運かもしれないけど、そうそうそう、読めてるか読めてないかだから、あ、そこに打てるかどうかの練習をまずしなきゃいけない。あ、そう、それはまっすぐラインでいいんですってことなんだ。そうだよね、負けてるわけじゃないから、ね、前も言ったけどね。そう、あとは強さと自分のライン取りがどう出るかだから、そのグリーンのスピードとか、うん、傾斜のね度合いによっても違うわけだから、うん、そんなのほぼ正解はないから、うん、いいの全然。だからまっすぐを自分のタッチで打てるかどうかの練習をひたすらやることが、あのね、上手くなってる感覚は確かにないの。そうだよね、まっすぐ打てるから、うんうん、だからそれを100発打って1000発打って全部そこに行くかどうかがすごく大事で、で1000発打ったら1000発同じタッチで打てればいい、うん、絶対集中切れてきてストロークがおかしくなったりとか、ずっと下向いてると頭がバカになったりするから、だからその中でいかにこうしっかりとこうストロークができるかというか。え、じゃあこう打ちっぱなしでずっとパターでそのヒットするポイントを見つけてもいいの？ここで全然全然どこだろうなっつってこうやって見つけて、何やってんだろうと思われるけどね。今のなんかドンピシャなの。あ、そうなんだ。あ、特にこういう長いクラブっていうのは打点がね見つけやすいんだよね。短いと、うん、なんだろう、すごくね視点と作用点っていうの、うんうんうん、視点と作用点、うん、が近いとすごくねブレるのよ。へえ。そう、でも視点がすごく遠くにあると
すごくこのね打点がね分かりやすい、ゆっくりだし見つけやすいし、そういう意味でも俺はちょっと長いパターを使ってるんだけど、やっぱりねストローク中ねこうやって上がるときあるんだよ、うん、そうするとやっぱ外れるもんね、あ引っ掛ける、だからちょっとこうこっちに引いてあげて、そのボールポジションに対しての、まあ、ストロークをしてあげるようなイメージ、そうすると入りやすいです、うん、転がりも良くなるし、まあ、ショートゲームっていうのは本当にゴルフのスコアメイクの中でほぼ重要で、よくドライバーが OB 行ったらスコアになるんだよ、そりゃそうなんですよ、そりゃそうなんだけど、そのスコアをメイクするぐらいになってきて結構ロースコアを意識するようになってきたら OB ってバンタク出ないんですよ、で変な話 OB 出るって一瞬の気の緩みだったり練習不足だったり何かこうよぎった時に出るんで、それは一瞬の出来事なんでしょうがないんですよ、事故みたいなもんなんですよ、なんでそれを注意して警戒してればいいだけなんで、それでも出ちゃうプロもいるぐらいなんでしょうがないんですよ、ただこれは出さなくてよかったっていうボギーってないですかね、絶対あると思うんですよ、もう自分でボギー取った時にあこれつまんないボギーやっちゃったなとか、やらなくていいボギーやっちゃった、それって大体ショートゲーム多いですよね、悔しいボギーをなるべくなくす、林から出して乗せて2パットでしょうがないボギーっていうのは僕は全然あれだと思うんですけど、ヘアウェイど真ん中から乗せて3パットとか、ヘアウェイど真ん中から乗んない寄らないって言ってボギー打ったりとか、そういうもったいないなっていうボギーをなくすためのショートゲームなんで、なるべくボギー打たないゴルフっていうのを心がけてやってみてください。で今回はショートゲーム大事ですよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。